音楽は平和を運ぶ。2019年7月21日、音楽は平和を運ぶ。人の心に平和の砦を築くコンサート。音楽の楽しみ方には2種類あります。一つは本物を堪能する楽しみ、そしてもう一つは自ら奏でたり歌ったりする演奏の楽しみ。人の心に平和の砦を築くコンサートは、広島市民から合唱団やオーケストラを公募。自ら演奏することで音楽の楽しさを伝えるコンサート。今年はメンデルスゾーン、スメタナ、佐藤真らの楽曲を披露。広島から世界に、音楽で平和なひとときを。音楽は平和を運ぶ。